じゃーん、ヘリンボーン完成しました。うわー美しい。グググ、あ、定規風に行けて、やっと帰りたなとか。ちょっとずれちゃった。あ、じゃあ定規引いた方がいいかも。多分それがまっすぐじゃないんじゃん、若干。そういうことか。おお、マジか。せーの、おお、持ってる、こっち持ってるね。二人のはず。おお、ジャストフィット、シンデレラフィット。セメダインか。え、なんだっけセメダインって。瞬間接着剤。ああ。間が空いてたさ。え、本当だ。石膏ボードの間じゃん。うん。そう。ファイバーだからこう入り込むね。え、本当だ。すごっ。え、すごい。楽しい。本当だ。ちょうどね、ピスンとかに。私、ビッフィス専用でやっていこうかな。うん、そうだね、うん、じゃあこれで分担してやっていこうか。 OK、 私はビッフィス行きます。
うわでかっ。バケモンじゃん。うわ思った。そうだね。もうあのやつと設定の回るから。あ、ごめん。もう豪快に来ました、うん、あ、可愛くなるこれ、絶対可愛くなる、すげー、超可愛いもん、あ、手で全然塗れるね、うん、ニッチとかね、どうしようと思ってたけど、うん、先に奥から塗ったらよかったじゃん、手前ついちゃうよ、そうだね、うん、いいんじゃない、オッケー、ありがとうございます、ということで一晩経ちました、やっぱねシーラーで塗ったけど枠は出てきちゃってます、ちょっと黄色いので、ここから今日は糸塗り作業をしていきます、いや、もうして楽しみモードになってるもんね、おー、すごい糸塗りすると綺麗になるね、ね、思った、ここね、うんうんうん、分かる、分かる分かる、うんうん、圧倒的綺麗、カメラじゃ分かりづらいんだけど、カチオンシーラーっていうシーラーをご飯の上に塗ったんだけど、1度目でアクが出て2度目3度目と重ねて塗ってみたんだけど、まだアクが出る、ちょっと動画だと本当に見えないんだけど、こっちのね壁と比べるとめっちゃ黄ばんでるんだよね、だからちょっと実験でこの上からカチオンシーラーをさらに重ねて、その上からまた漆喰を塗って、それで対処できるかなっていうのでやってみたいと思います、漆喰の上からでもカチオンシーラーでアクを止められるのかは、やっていきます、一晩置いて白くなりました、やったー、ちょっとね黄色い壁だから分かり、あ、白い壁だから分かりづらいんだけど、この境目ほら、あ、本当分かる分かる、ね、この辺だったら分かるよね、うん、こういう境目、やっぱシーラーをしっかり塗ってないとダメだったんだね、しっかり固まって無事にアク出てないので、じいちゃん、じゃあ今日は分担でシーラー塗りお願いします、はい、よろしくねー、to glory, Perdition's gates are
you take to ponder from the pattern of all